先輩先輩、おつむぎ、大谷選手の通訳の話がすごいことになってるよ。なんかそうらしいのだ。通訳の人が大谷選手の口座から無断で6億円送金していたって話だったけど、新しい報道によると実際に送金された額は24億円だったらしいよ。もはやバカの数字なのだ。とんでもないよね。というかマジで危なかったのだ。え、危ない？僕の心の旦那というか夫というか彼氏というか尊敬してやまない有名なインフルエンサーがいるのだけど、そいつが大谷翔平こそこの一件の黒幕だって言いふらしてたから、それを鵜呑みにして SNS で大谷のアンチをかますとこだったのだ。マジで危なかったのだ。本当にどちゃどちゃに危ないな。5チャンネルにしか書き込んでないからセーフなのだ。スリーアウトだよ。ってそんなことより24億円だよ。もはや足には多いのか少ないのかもわかんないよ。ちょっとでもいいから僕に振りかけてほしいのだ。こんなに博打に使っちゃうだなんて、やっぱりギャンブル依存症とかが原因なのかな。まあそういうのもあるかもしれないけど、ここで勇み足になって憶測を広げるのはいかんのだ。僕の心の旦那というか夫というか彼氏というか尊敬してやまないインフルエンサーの二の舞なのだ。微塵も敬意が感じられない。ただだからといってこの騒動に便乗できないのはハイパーネットゴキブリを自負する僕としては治れなのだ。折れてなくても栄誉はないよ。ということで今日はこの機会に合わせて、脳はそもそも不確実性を好むということを示した古典的な動物実験の話をしてやるのだ。つまり脳はギャンブルにはまりがちってことを示した実験ってことだね。それはちょっと興味あるかも。ズンダモン先輩、教えて。任しやがれなのだ。というわけで今日は超有名なギャンブル実験、お猿さんピカピカ実験を紹介するのだ。猿を用いた実験ってこと？この実験ではまず猿にコンピュータ画面を見せるのだ。ほっ。この際猿が見ているコンピュータの画面には赤い色と緑の色がランダムに表示されるのだ。猿は赤色と緑色を見分けられるんだったね。もちろん画面には単に色を出すだけではなく、画面が赤くなった時は何も起こらないのだけど、画面が緑になった時はその2秒後にシロップが出てくるというルールを設けるのだ。なるほど。もちろん猿はそんなルール知りもしないので、画面の色には興味を示さずシロップが出てきた時だけ喜ぶのだ。なんか知らんけどシロップが出てきたぞって感じだ。実際に脳のドーパミンニューロンの活性を測定してみると、画面の色が変化した時は無反応だけど、シロップが出た時だけ活性化するのだ。シロップが出た時だけ脳が喜ぶわけだね。ただ実験を何度も繰り返すうちに猿はこのルールを覚え、画面が緑色になった瞬間に喜ぶようになるのだ。シロップが出るのは画面が緑になってから2秒後だけど、すでにもうその2秒後に起こることを予測して先に喜んじゃうわけだ。脳の反応についても同様で、画面が緑になった時点でまだシロップが出ていないにもかかわらず、ドーパミンニューロンは活性化するのだ。猿の脳は自然界ではありえないルールを与えられたとしても学習して未来を予測することができるわけだね。これ時点でも十分に興味深いのだけど、それ以上に興味深いのは脳の活性化の総量は変わらないってことなのだ。なんか難しそうだな。イメージとしては実験初期、まだ画面の色とシロップの関係性を知らない猿は画面の色が変わったところで一切喜ばず、シロップが出た瞬間に10喜ぶって感じなのだ。総量は 0+10 で10になるね。次に実験の規則を覚えた猿の場合だけど、こいつはもちろん画面の色とシロップの関係を知っているので、画面が緑になった瞬間に10喜ぶのだ。シロップが出るぞってなるわけだね。ただその2秒後、実際にシロップが出てきた時、猿の脳の反応は0なのだ。シロップに喜ぶんじゃなくて、画面が緑になったことに喜んでるってわけなんだ。当然といえば当然な感じもしないでもないけど、緑になった時に喜んで、シロップが出た時にまた喜ぶとならないのはよく考えれば興味深いのだ。脳の活動の全体の総量は 10+0 で10になって、実験初期の時と同じだもんね。人間はよく自分の未来を知りたがるけど、知っていようが知っていまいが幸福の総量は変わらないかもしらんのだ。興味深いね。ただこの実験にはもう少し先があるのだ。先？何も起こらない赤色と2秒後にシロップが出てくる緑に加えて、2秒後に 50% の確率でシロップが出てくる青色、画面の色を3パターンにしたのだ。なるほど。青の時はシロップが出るかもしれないし出ないかもしれないわけだ。もちろん2色の時と同様に、実験を始めたばかりの頃は猿も画面の青色とシロップの関係を理解できず、シロップが出た時だけ喜ぶのだ。最初と同じだね。ただこの実験を続けて猿が画面の色とシロップの関係を理解していくと、青色になった画面を見た猿の脳は非
常に不思議な反応を示すようになるのだ。どうなるの？これも便利的な数値で説明すると、まず青になった画面を見た瞬間、猿の脳は10喜ぶのだ。緑の時と同じだね。ただ以降の反応が全然異なり、この2両後に 50% の確率でシロップが出てくるのだけど、この2両の間も脳はずっと活性化してるのだ。喜んでる状態が続くってこと？シロップが出るのかどうか、脳はワクワクしっぱなしなのだ。であれ、脳神経の活性だけで考えると、今回の場合は 10+5 で15にならない。緑色の時よりも総量は多いよ。脳の反応は連続的なものなので、特定の時点の数値を足して比較するのはナンセンスなのだけど、まさにこの実験は紬が指摘する通りのことを示しているのだ。確実にシロップが出る時よりも、シロップが出るかどうかガチャ状態の時の方が脳の喜んでいる総量は多いってわけだね。もっと言うと、それによってシロップが出るかどうかはあんまり関係ないのだ。実際にシロップは出てこなかった場合でも、青色の画面を見た時の方が脳は喜んじゃんだ。どうやら脳は報酬だけを喜ぶわけではないみたいなのだ。確実性こそ喜んでる感じがするね。今回紹介した実験はあくまで猿の話だけど、人間の脳も同様の神経系を持っていることが分かっていて、カジノのルーレットが回っているのを夢中になってみたり、ピカピカ光って当たる外すのパチンコに朝から並んだりするのもこれなのだ。競馬は馬という動物によって不確実性が増すし、激しく点が動いて有利不利が繰り返し逆転するスポーツなんかもそうだろうね。ギャンブルに没頭する方がコツコツと利益を積み重ねるよりもずっと幸せなのだ。でもそれで人生が瓦解してより不幸になっちゃうかもしれないだなんて、なんだか皮肉な話だね。全くなのだ。というか、そもそも不確実性を脳が好むって不思議な気がするよ。なんでそんなことになってるの？いろいろと説はあるけど、おそらくは自然界では必要な性質だったからとされているのだ。不確実性が必要。具体的な例を挙げるなら、紬はライオンの狩りの成功率がどれぐらいか知ってるのだ。すごい小さいんじゃなかったっけ？だいたい 20% ぐらいしかないって聞いたことあるよ。ってことはライオンにとって狩りという行為は不確実なのだ。ほんとだ。合理的に考えば行わない方がいいまであるね。でもそうして不確実性を回避していては飢えて死んでしまうので、ライオンは狩りだなんて不確実なことを進んで行うしかないのだ。なるほど。人間にもそれが残っちゃってるわけだ。人類の文明の変化はとてつもなく目まぐるしいので、人間の体にはいろいろとそれに追いついていない部分もあるのだけど、ひょっとするとこれもその一つかもしれないのだ。依存しないための対策はないの？以前デブらない方法を説明した際にも話したけど、脳のドーパミン関連の仕組みは生まれつきの側面が強いのだ。依存しやすいかどうかは人によるわけだ。アーシもひょっとしたら依存しやすいタイプかもしれないね。だからそういうのには最初から手を出さないというクソつまんねえ結論しか出せないのだ。まあ無難な話をするならそうなるね。ただ最初にも言ったように、大谷翔平の通訳が実際にギャンブル依存症だったかどうかは不明なのだ。まだわかんないことも多いし、こういうニュースは内容が目まぐるしく変わるもんね。で先輩、急に黙ってどうしたの？いいこと思いついたのだ。いいこと？今回の大谷翔平の通訳の一件、今後最終的に報道される送金額がいくらになるか予想するのだ。え、より予想が近かった方が5000円、いや1万円でいくのだ。確実性に溺れてる。